コフ富山。キックオフ富山。キックオフ富山。おはようございます。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。待ちに待ったホーム開幕戦、多くのサポーターたちが会場に訪れています。最初の試合頑張ってほしいです。カタール頑張る試合みたい。大きな声を出して選手を後押ししたいと思います。絶対勝ちます。推しです。マテヤス選手とめちゃくちゃ推しです。ネイルもしてきました、マテちゃん。ホーム開幕戦勝利へ、会場入りからサポーターたちが熱いエールを送ります。カタール頑張れ、カタール頑張れ。さあ、橋本さんは勝利の女神となるんでしょうか。え、その顔は。さあ、振り返ってみましょう。ノーカターレノーライフ。前節は黒星を喫したカターレ富山、ホーム開幕戦は絶対に負けられません。ギラバンツ北九州とは過去の対戦成績が7勝7敗4分けと力が拮抗しています。気持ちのいい快晴の中、開幕戦に集まった観客は4575人。スターティングメンバーですが、前節から6人も変更になりました。ここはどういった狙いがあるんでしょう。はい、ホーム開幕戦ということで攻撃的な選手を起用して必ず勝ちたいという思いが選手起用にも表れていると思います。さあ、キックオフ。この試合も序盤はカターレがなかなかシュートを打てませんでしたが、ボールの支配率はややカターレが上回っていました。そして前半24分、歓喜の時がやってきました。末木からの裏に抜ける絶妙なパスを吉平がディフェンダーをかわしてシュートを決めます。このシュートいかがでしたか。はい、末木選手がうまく相手をかわしてシュートを決めるだけというパスを吉平選手に送って、うまく相手をかわして決めたと思います。その後もカターレの猛攻が続きます。前半終了間際の44分、安藤がペナルティーエリアでファールをもらい PK を獲得。吉平がきっちり PK を決めて前半を2対0のリードで折り返します。森さん、前半はどうでしょうか。はい、前半はすごく積極的なプレーが多くて、2点目も前線からのプレスからの速い攻撃で PK を獲得しました。そして後半も大量得点が期待できるかと思ったんですが、後半3分にギラバンツにゴールを決められてしまいます。はい、やはり2点リードしていることで少し受け身になったことでラインがずるずる下がっていたように思います。後半16分、カターレは安藤に変えて高橋を入れます。しかし後半21分、ギラバンツにサイドのクロスからヘディングゴールを決められてしまいます。はい、後半は相手に押し込まれる時間帯が多かったんですが、特にカターレの左サイドを破られるシーンが多かったように思います。振り出しに戻った試合はカターレの進化が問われる展開になってきます。後半27分にシーナとシルバを投入、さらに後半32分にも佐々木と今瀬を投入して5人の交代枠を全て使い切ります。するとカターレが立て続けにシュートを放ちます。しかしなかなかゴールネットを揺らすことができずにアディショナルタイムに突入。このまま引き分けで終わるのかと思われたんですが、高橋がペナルティーエリアでファールをもらい再び PK のチャンスをつかみました。シルバが決めてこれが決勝点に。カターレはホーム開幕戦で勝ち点3を手に入れました。森さん、やりましたね。やりました。ここで森泰次郎のカターレ熱視線。さあ森さん、この試合のポイントはどこでしょうか。はい、ポイントは選手交代にあったと思います。前半はすごくいい戦いをしていたんですが、後半立ち上がりからかなり押されるシーンが多かったように思います。ただ選手交代で流れを引き戻したと思います。片桐監督のナイス采配ということですね。はい、さあ今日もホーム戦です。森さん、スタメン予想と得点予想お願いします。前節に代わって安光選手と今瀬選手が変わると予想します。得点予想は2対1でカターレ富山が勝つと思います。みんなでスタジアムで応援しましょう。さて森さん、私が着ているユニフォーム先週と違うんですよ。わかります。はい、そんなに強調されるとわかります。鎖骨スポンサーが入ったんですね。カターレのユニフォームで空欄だった鎖骨スポンサーネーム、新しいスポンサーは省エイグループに決定し、記者会見が行われました。フルスペースのユニフォームを着たいっていうサポーターやファンが多いですよね。富山にとってもすごいいいことじゃないかなと思って、今回応援させ
させていただく決断にしました。より一層の責任感を持って、プレーしないといけないなというふうに思っています。カターレのユニフォームがフルスペックになりました。すでにユニフォームを購入された方には追加でマーキングするサービスがあります。詳しくはカターレ富山のホームページをご確認ください。今月13日、カターレ富山創立15周年記念記者会見が行われ、カターレ OB 選手によるレジェンドマッチやメモリアルユニフォームの制作など15周年を記念した事業を行うことが発表されました。資金はクラウドファンディングで募集します。主な事業はご覧の通りです。森さん、楽しみな企画がいっぱいありますね。カターレが15周年、感慨深いです。それではカターレ OB の座談会、前回の続きをご覧ください。その2年目以降、結構厳しい戦い続いたかなと思うんですけれども、苦労したところだったりとか悩んだところだったりありますかね。1年目は比較的こう守備をベースにしながら戦ってたんですよね。である程度結果もこうついてきてて、当時は上位のチームに勝ったりとかそういうゲームもあったので、結構自信を深めた1年だったんですけれども、2年目になって少しこう攻撃にもシフトしたいねっていうことで、やはり獲得した選手なんかも含めてですね、そう少し針を攻撃の方に振ってしまったことで、今まで自信にしてた守備がちょっと崩壊っていうか、なぜかこう失点してしまうとか、2点取っても3点取られてしまうとか、それがなかなか最後までうまくいかなかったかなっていうところですかね。健吾さん、解説者の方みたいですね。解説者なんですよ。結構あれですよね、勝ってたけど終盤に追いつかれてこうひっくり返される試合が続いたりとか、結構そういう印象がありますね。だからやっぱりこう一つのミスをこう許してくれないのが、プロなんだなっていうところをこう実感したっていうか。その当時の浜野さんの映像がありまして、ご覧いただけたらと思います。プライベート自分自身最後のチャンスだと思うし、サッカー選手としてグランドかと思って最後もう一花咲かせたいというか。顔上げてどうぞ。まだ枚数どうしよう。頑張ります。ありがとうございます。結果が欲しいので、何としてもファンのためにも自分のためにも勝ちたいです。元気ないですね。元気なかったね。元気なかった。負けてる時の最初勝てなかった。そうだね。その時期だ多分。勝ってる時なかったんですか。上り調子のなかったです。なんかもうずっと向き合ってる感じでしたよね。すごい。もうお前のせいだぞぐらいの感じで。スポットライトを浴びたような感じ。いやだからやっぱ勝てなかったのはちょっとこう。自分のこうなんていうかな、キャプテンシーというか、その合併したチームをやっぱりこうまとまりきれてないんだなっていう責任もあったし、でも結果論だけど、そのうまくいかないからみんながなんとかしなくちゃっつって、選手だけでミーティングとかも入ってた。あれが多分結果的に良かったんじゃないかな。最初から調子良かったらね、もしかしたら終盤で落とし穴来た時に立ち直せなかったんじゃないかなってのは今振り返るとなんか思うところはあります。続いては目指せサッカー王国富山、今回は富山ユースサッカー親善交換会の模様をお届けします。雨が降りしきる中でも元気にボールを追いかけるのはアンダー15の選手たち。毎年3月に開催されている富山ユースサッカー親善交換会です。県内のクラブチームや中学校チームに加えて、県外からも多くのチームが参加して行われました。今年度で第31回を迎える大会になっております。いろんなチームとの交流、そして新チームの指導のところの一つとしてこの大会に参加してチームの状態を考えたり向上を図ったりしている場になればいいなと思っております。この日、日以降スポーツアカデミーで行われた親善試合には県内のクラブチーム N スタイルが参加。
選手が多い N スタイルは複数のチームに分かれて試合に参加しました。 N スタイルアルファ頑張るぞ。おー N スタイルベータです。みんなで楽しくサッカーをしています。おー N スタイルは2003年に設立されて今年で20年目のサッカークラブになります。 U15 の中学生年代は、県リーグに所属していて今3年生から1年生までで60名を、超すぐらいの人数になっています。全員が、試合経験だったりとか練習で、自分の能力、スキル、あと特徴、名前を聞いたらあ、この選手だってこういうプレーする選手だって思い浮かぶような選手育成を目指して活動しています。自分の特徴を磨いていけるチームです。県外のチームとなかなかやる機会がないので楽しいです。そして県内のもう一つのチームが小生中学校です。はい、小生中学校 A チームです。よろしくゴー。おー、小生中学校 B チームです。僕たちは最強です。おー、1年生が14名、2年生が15名の約30名で活動しております。昨年度は県の大会で、3位ということで悔しい思いもしましたので、一つでもその上を目指して、頑張っていけたらなと思ってますですね。長くサッカーやっている子もいればそうじゃない子もいるので、全員助け合いながら、全員で攻撃して全員でしっかり守るというサッカーをしてくれたらなと思っております。さあ、ユースサッカーもいよいよ新シーズンが開幕しました。ここからはみんなのサッカー情報です。富山県サッカー協会では2023年度 JFA 公認 B 級コーチ受講者、富山県 FA 推薦者選考会への参加希望者を追加募集しています。申し込み締め切りは今月31日までです。詳しくは富山県サッカー協会のホームページをご覧ください。来月9日はカターレのホーム戦が行われます。ただいま J リーグチケットにて販売中。皆さんスタジアムでカターレ富山を応援しましょう。さあ、番組から重大発表です。待ってました。来週からこの番組の放送時間が土曜午後5時に変わります。皆さん、もう早起きしなくていいですよ。次回は4月1日土曜午後5時から。キックオフ富山。